続いて MBS 交通情報です。まず道路の状況です。阪神高速道路14号松原線喜連瓜破と三宅ジャンクションの間、橋梁架け替え工事、上下線とも終日通行止めです。また山陽自動車道の上りです。備前インターチェンジと赤穂インターチェンジの間、事故のため通行止めとなっています。続いて鉄道です。この時間関西の鉄道各社、大きなダイヤの乱れはありません。道路と鉄道の状況でした。6時13分30秒です。